第16章「千島学説の発がん理論」。千島学説では、がん悪性腫瘍は細胞分裂から生じるのではなく、病的状態の赤血球が溶け合った集合体から発生するとし、従来の学説を否定し、がん細胞血球由来説を主張しています。現代の病理学で、 のの組織の出血性し血液の塊が腐敗している状態と言われる部分があります。この部位は、病理学の定説では、がん組織の中まで酸素が届かないために、がん組織が腐敗し、内出血を起こして死んだ細胞の塊であると解釈しています。しかし、か島学説では、 この部分こそ赤血球が溶け合ってがん細胞が発生している場所であると考えていますがん組織の病理標本中では細胞分裂像は思ったより少ないかほとんどないのが実際の姿ですが既成学説ではこの細胞分裂こそがん増殖のもとであるとしていますよくテレビなどで見かけるがん細胞がどんどん分裂し増殖している姿は 試験管の中のがん細胞の増殖を捉えたものです。実際に体内でどのような姿でがん細胞が増殖しているかは原理的には観察することは不可能なのです。この議論も病理組織標本という一枚の絵をどのように解釈するかの問題ですが私は千島学説の解釈が正しいと考えます。右の図は千島氏が撮影した写真で。 人の子宮がん組織です。ウイズの A は赤血球で C は赤血球が徐々に崩壊し B の血球モネラ赤血球が崩壊した塊に移行する状態を示していますカズの A は赤血球モネラの中に生じたエキエナイシゾラホウで B はその内部に生じた細胞核を示しこのような細胞核は C のようなリンパ玉様の細胞の姿を経て E のようながん細胞に移行していきますこのように千島学説ではがん細胞は分裂により生じるものではなく赤血球の崩壊物である赤血球モネラの中に新生すると考えていますがんが進行し全身に転移するとがん患者にあく液質悪液質という特有な状態が出現します外見はどんどんや痩せ腹には 水が溜まって膨れ地獄絵に見るガキの姿のような栄養失調の状態になり貧血血液中の赤血球が減少する状態や低タンパク質症血液中のタンパク質が減少する状態が起こってきます最後は食事が食べられなくなって餓死するか肺炎などの感染症で死亡しますこのようながんの末期に起こってくる貧血をがん性貧血と言いますが この原因すら多くの説があってよく分かっていません。ただ、通常120日とされる赤血球の寿命ががん患者では短縮していることが人体実験から分かっています。この人体実験はアメリカで囚人を使って行われました。がん患者の赤血球を健康人に輸血すると、輸血したがん患者の赤血球の寿命が正常に改善します。 反対に健康人の赤血球をがん患者に輸血すると輸血した健康人の赤血球の寿命が短縮するという結果が得られていますどうしてがん患者の赤血球の寿命が短縮するかは今のところはっきりとした定説がありません一時はがんの基礎と基礎ホルモンが原因であるという学説が有力視されていましたががん患者の血液中からは トキソホルモンに相当する物質が検出されず貫毒素説は否定されていますしかし千島学説からすれば赤血球ががん細胞にどんどん変化しているわけですからがん患者で赤血球の寿命が短縮し貧血になるのは当たり前でいとも簡単に説明ができますまた千島氏はがんは一種の炎症である 一般の炎症と異なるのは慢性炎症ということであると主張しました炎症とはさまざまな刺激によって組織が障害を受けた時に生体がこれに対して行う一連の防御並びに修復反応であると定義されています急性の炎症が起こった場所は赤くなり発跡腫れて主張熱を持ち熱感痛み頭痛ます この発石、主張、熱感、疼痛を炎症の次第兆候と呼びます。しかし、結核や梅毒などの慢性の炎症になると、その所見は、単に炎症を起こした部位が腫れているだけの場合が多くなり、一見すると、その外見は、腫瘍によく似ています。結核でできる農用、海の塊は、圧感がないため、冷たい農用、冷や農用と呼ばれています。 炎症と腫瘍とは、実は、多くの共通点があり、がんは、特に治りにくい超慢性炎症であると考えれば、謎に包まれている発がんという現象が、いとも簡単に理解できます。健康な人間なら、炎症が起こっても、正常な免疫力が作動して、一定の期間が過ぎれば治癒するのに、免疫力に異常があると。 障害に対する防御や修復の機構がうまく働かずいつまでも慢性の炎症の状態がぐずぐず続き炎症部位の腫れが収まるどころか悪化して体のあちこちに飛び火し体力が消耗していく状態が癌であると説明できます慢性の炎症と癌との間に密接な関係があることは医学的にもよく知られています慢性肝炎は 一定の割合で肝硬変に移行し肝硬変からは効率には肝臓がんが発生するので肝硬変は肝臓がんの全がん状態と考えられていますさらに慢性膵炎は膵臓がんの全がん状態と考えられています他にも前立性肥大症と前立腺がん乳腺症と乳がん胃潰瘍と胃がん慢性胆脳炎と胆脳がん 海洋性大腸炎と大腸がんなど慢性の炎症と癌と関連を議論された病態は多く存在しますこのように現代医学においても慢性炎症性疾患から癌が,が発生する可能性があることはよく知られた事実です外科医をやっていると手術の時に慢性炎症と悪性腫瘍が 肉眼的には非常に鑑別しにくい場面に時々遭遇するため、このことは直感的に理解できます。残念ながら、現代の研究者たちは直感が鈍く、このような視点が全く欠けているために群毛像を撫でるという状態になっているのです。